竜館美術館安藤の設計した広場に、さらに竜は18.5メートルの六角形のコンクリート柱を建てた。これはピンと張り詰めた空間を現出させることを意図したもの。竜館美術館は、香川県香川郡直島町和座総裏にある竜館と安藤忠夫のコラボレーションによる美術館。竜館美術館入り口、50メートルの三重の壁により構成され、 体内への回帰や墓へ入っていくような空間を目指した。地中美術館を運営する福武財団が運営する流館発の個人美術館で2010年6月15日に開館した。2010年7月より約3ヶ月間開催された瀬戸内国際芸術祭のプレオープンとして開館した。敷地面積は9860平方メートルで設計は 安藤忠夫、直島の瀬戸内海の見える静かな谷合いに立つ。この景観を生かすために半地下構造の鉄筋コンクリート作りとなっている。正面から見えるのは高さ6メートル、長さ50メートルのコンクリート壁だけで、延べ床面積443平方メートルの建物の全容は見えない。入り口にあるオブジェリが目指したのは、 洞窟のような美術館で半開きの空が見え、体内へ戻るようなお墓の中へ入っていくような空間であった。これに対し安藤は、李が着想した3つの箱型の展示空間を屋根を持たない三角形の広場でつなぐプランを提案した。安藤は50メートルの長さの壁の正面に約900平方メートルの広場を設計したが、さらに李はここに18.5メートルの六角形の コンクリート柱を立てた。これは理によると、長い壁により強調される横の線に対し、あえて縦軸の柱を立てることで、ピンと張り詰めた空間を減出させるためであった。内部には、韓国生まれで現在は、日本とフランスに住み、欧米を中心に活動する、モノ派の代表的な作家であるリュウカンの1970年代以降から現代に至る絵が、 彫刻作品が展示されている。地中美術館とベネッセハウスの間にある。安藤忠夫、流館物つかりあって、新美術館香川、直島、朝日ドットコム、オリジナルの2013年4月25日時点におけるアーカイブ、http コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットイズスラッシュ MEICR。ありがとうございます。